シーズン2度目ゴールシーン振り返っていかがですか。はい、いい形でそこまでチーム全体でボールを運べて、まあ、あとは何だろう、ゴールに仕掛けてシュートを打つっていうところで、まあ、いい形で、まあ、自分の間合いでボールが持てて打てたかなっていうので、まあ、ゴールがそのままついてきたっていう感じで、皆さんにはとても感謝してるシーンではあります。はい、小原選手が直接ゴール決めようとしました。それともクロス？そうですね、ちょっと中のに入れ込もうとは思ったんですけど、まあどうにかなればいいかなっていう感じではありました。ちなみにソフィーダが前節相手チーム勝ってるという部分で、はい、こう研究されてるなとかそういうのって感じました？そうですね、まあ、研究されてまあ、自分自身のポジションも最初のスタート変わってたので、まあ、そこは何だろう、相手に合わせず、まあ、自分らのプレーができたらいいかなっていうところで、まあ、何だろう、左右に揺さぶったりと相手が、結構運動量が多くなれるような、何だろう、ビルドアップだったりが前半はちょっと作れたのかなっていうところで、まあ、点数も入れられてはいましたけど、前半のうちに、まあ、1点取り返せて、まあ、折り返せたのは良かったかなと思います。すごく欲しいタイミングの41分のゴールでした。そうですね、多分5分以内では入れられたので、まあ、相手にあまりこういい流れを持っていかれないまま前半終えて後半に臨めたのかなと思います。はい、そういった中での後半の取り返されてしまった部分というのはかなり悔しかったですね。そうですね、なんか少しこう簡単 なんだろう、コーチング一つで失点を免れる場面も多いとは思うので、そこをもう少しやっぱ後半戦他のチームもなんだろう、ベースができてくると思うので、そこはやっぱ私たち自身もベースをもっと他のチームよりも上げて行くべきでもありますし、もっと前半よりも後半戦細かいところをもうちょっと合わせていけたら、もうちょっと勝利勝ち点差につながっていくんじゃないかなと思います。そういった面でいうと、前節負けてしまった次のセレッソとの試合というのも、そうですね、なんとかして勝ちたいですね。はい、まあ、セレッソも、まあ、スピーダーとやってとかそういうところで落としてる試合も多いと思うので、そういうところを研究して私たちができるサッカーを、まあ、セレッソ相手にも臆することなくやっていきたいなと思います。変わらず1週間すぐにもうホーム戦でセレッソ戦ですが、はい、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、ちょっと勝ち点を積み重ねることがちょっと今できてない中で、ホーム戦ということで皆さん、応援来てくださってる、足を運んでくださってる中で、なんて言うんですか、皆さんの前で勝利を勝ち点3をもぎ取って皆さんで喜べるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。